水原賞は、鎌倉時代に河ち方によって表されたとされる、源氏物語の注釈書である。現中裁秘書の奥書きのように、水原賞と表記しているものもある。水原とは、源氏物語の源の一文字を、変イコール水と、作りイコール原に分割したものであるとされる。本書は、13世紀中頃に、 源の近行きによって表されたとされており、いわゆる河地学派による注釈書として最も成立時期の古いものである。全員54巻あったとされており、この関数は現在の源氏物語54条と対応していると考えられている。この全54巻という関数から見て、後の指名称や川海賞と比べても、 非常に大部のものであったと考えられている。現中祭秘章では、源氏物語についての河内学派の教えは、源氏物語54条、水原章54巻、現中祭秘章上下2巻と文書化されない句伝から構成されるとしている。また、ここで、54条と54巻が明確に区別されていることから、本書は、 巻小本であったと考えられている。本書は、原仲裁秘書や、指名書といった河内学派のものだけでなく、河界秘書、三五秘書、課長四条といったこれ以後の多くの注釈書、また七五、源氏のような写本に書き込まれた注釈の中に、数多く引用されている。これらのうち、 水原省からと明記して引用されているものだけでも、約100箇所に上り、その他にも、親幸運、近いう季節、光幸運などとして引用される記述も、この水原省のものではないかと考えられている。このように広く知られた本書であったが、室町時代中期に一条金吉が、課長余剰で引用して以後、誰も見たことのない幻の書になってしまった。 原中再筆書等の記述によれば、本書は原稿業から1244年柄と合力して作り上げたものであるとされている。また、源の近行きが完成する前に死去してしまったために、高校の子の源の近行きが残された装甲をもとに完成させたものであるとされている。合力したとされるこれらの人物と源の近行きとの間には、 藤原定家と源の近行きとの間のように手紙のやり取りや本の貸し借りなどを行った記録が認められる場合もあるものの年齢や活動期間がそれぞれかなり異なる人物同士の間でどの程度の合力があったのか疑問を呈する見解もある。なお、水原省より後に成立したとされる氏名省には この後に起こった河内学派の主導権争いの中で、ことさらにこの、水原章に書かれている説にことを唱えている面が見られることもあるとされるが、水原章の中にも逆に、指名章で唱えられた説にことを唱えていると見える部分も存在するため、水原章は一時に完成したのではなく、一度、完成した後もある程度の期間にわたって、書き加えられていったのではないかとされている。 昭和に入ってから発見され、河内本家等の写本の一つとして、後位源氏物語及び、源氏物語体制後位編に、写本記号、海、源氏古中七海兵、吉蔵としてその行為が採用された、青い巻の一部についての題の付されていない、詳細な注釈の付された写本が、書書に引用された、水原章の一文と似ていることから、 これこそ、水原賞ではないかとして、池田機関によって紹介された。これについては賛成する意見も出たものの、重松信弘が同一項目について、同じ河内派の注釈書である、現仲裁秘書の記述と比較したときに、似てはいるものの全く同一ではなく、違いが存在することから、水原賞とは言えない、とする見解を述べたため、池田も、ひとじきの主張を、 トーンダウンさせることになった。その後もこの写本について、水源象であろうとする見解と、水源象ではなかろうとする見解とが並立する状況になった。その後、これに続くと思われる、写本所蔵、後吉田孝一所蔵のいわゆる、吉田盆ンも発見された。寺本直彦は、現仲裁秘書は、水原賞に対して、 施設と位置づけられるべきものであるから、この両者が全く同じ文言でないのは、むしろ当然のことであり、現仲裁秘書と、この古写本を比較したときに、この古写本を、水原省であるとすることに何ら問題はないとの、見解が提出され、以後主流の見解となっている。ありがとうございます。